きげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでも。あはは、至らない私ですが、よろしくお願いします。説明や解説が必要なら私に任せてください。怪我をされた方はいらっしゃい怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。バルキューレ警察学校のキリノです。皆さん手を上に上げて本官の指示に従ってください。これからすっごく面白い物語が始まるよ。お会いできて嬉しいです。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。レッドウィンター連邦学園知識解放戦線の滝泉もみじです。世のすべての知識を守るために一緒に戦いましょう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ミレニアムサイエンススクール所属音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。
説明や解説が必要説明や解説が必要なら私に任せてください。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。先生どうでしょう、このドレス。ここは素直に褒めてくださればいいんですよ。まあ、と言っても先生の意見はあくまで参考にするだけですが。